バッター陣がどんな仕上がりなのかというのを今バッティング練習を見ながら清水さんともお話を続けていきますが、清水さんは例えばそのルーキーの年のこの最初のキャンプ、はい、覚えている部分で言いますと、当然全く違う環境に入って、はいはい、もう1ヶ月こういう練習を続けたわけですけれども、はい、そういった時は どうでしたか。やっぱ長かったですよね。なかなか同じ場所に1ヶ月いるっていうことがないので、はい、またね、たくさんの人に見てもらって手の練習になるんですけど、学生時代っていうのはそういった環境の中で練習したことありませんでしたから、まだマスコミの方もたくさんいますしね。確かに、まあそういった環境の中であるもう野球が毎日続くね、そういう練習の日々っていうのはまあ大変でしたよね。あとはもうね、周りの選手先輩方ももう皆さんね、テレビの中の方たちですから、まあそこに緊張もありますしね、なかなかこう休まる時間はなかったかなっていうのは思いますけどね、それを一回経験して、まあ、清水さんルーキーの年から一軍でも結果を残してそれからもうレギュラーへというふうになっていくわけですけれども、一回やるとまた違いますか、翌年からはそのキャンプの過ごし方というか。あ、それはもうペース分かるので、で、まあ、周りの選手たちも、はい、まあ、年1年過ごしたことによって、はいはい、まあ、当然そこに、ね、馴染んでいきますし、今まさに門脇が、ね、2年目のキャンプを、いやもう全然違うと思いますよね。そうですか。で、まあ、はい、プロで1年間、やって試合に出て、はい、結果も出して、はい、で2年目ですから、まあ、昨年の、ね、はい、春のキャンプとはもう全然違うと思いますよね、はい、それからこの前刑事に入っていた萩尾にとってもそういうキャンプですもんね。まあそうですね、はい、まあ昨年経験してますからね、はい、いやしかしこの門脇は本当にその1年間のシーズンの中でも、まあ、急成長というんでしょうか、前半と後半で特に後半の活躍というのは素晴らしかったですからね。特に打つ方ですよね、もともとスピードと守備力が高い選手ではあるんですけども、はいはい、まあ打つ方、まあ、なかなか打席に立つ機会がなかったっていうのもあって難しさもあったと思うんですけどもね、だからそういった中で打席に立つ機会を得て、その中で、まあ、慣れて力もつけて、あとは慣れていった部分もあると思いますね。あ、その慣れの部分ですか。そうですね、はい、やっぱりこう、まあ、ほとんどが、ね、初めて対戦するピッチャーだったでしょうから、まあ、そこでの、ね、多少の戸惑いもあったと思いますし、あとはその中で振る力だったりだとか、まあ、タイミングの取り方であったりだとか、まあ、どういう角度でバットを入れたらいいだとか、うん、そういったものを日頃の努力の中で掴んでいったんだと思うんですよね。あ、はい、まあ、それがまあ結果に出たのかなと思いますね。おそらく清水さんもそのルーキーの年というのはもうまず1ヶ月のキャンプが終わって、はい、でオープン戦も、まあ、かなり遠征も含めて、はい、もう試合を行って開幕して、でまた開幕になるともう3連戦6連戦で移動も含めてというね、はいはい、シーズンが始まって、まあ、そういったところでもこう体を慣らしていったりそのリズムを作っていったりっていうご苦労もあったと思うんですが、まあ、最初の年はそこは慣れですよね。慣れ、きついはきついんですけども、まあ、それを慣れていくしかないので、まあ、それまではねその新幹線に3時間ぐらい乗って、はいはい、すぐ試合だとか、飛行機に乗って移動してすぐ試合っていう経験は、まあね、ないわけですから、ただ最初の年ってのはそれは、はい、まあ、ちょっと大変だなと思いながらやりましたけどね。清水さんご自身の中でその1年目のシーズンというのは、あ、これなら大丈夫やっていけるっていうふうに手応えをつかんだのはいつ頃だったんですか。それとも1年間は最初は、いやいや、もう全然手応えはつかめないですよね。毎日必死で、次のチャンスを得るためにこの日頑張らなきゃいけないっていう思いでやってたので、うん、はい、なので、まあ、今日良かったとしても翌日ダメであればその次のチャンスはないっていう思いでやってましたから、はいはい、まあ、なかなか気が休まらないまま気づいたらは秋になってたかなっていうね、印象ですね。毎日必死でしたよね。
今野手組で言いますと伊豆口であったり佐々木であったりというね、まあ、大学社会人を経験して今シーズン、はい、チームに加わったという、まあ、ルーキーがいるわけですけれども、まあ、社会人の経験もあったとしてもやはりそのプロでの最初のシーズンというのはやっぱりそういった部分はあるでしょうね。やっぱりリズムがもう圧倒的に違うと思うので、はいはい、こういうリズムで過ごすことはなかったと思うんですよね、はいはい、まあ、もちろんキャンプだとかそういったものはアマチュアもあるんですけども、この長期間そういったものをこなすっていう経験はなかったでしょうから、はい、まあ、そこでね、いろいろとこう慣れない部分もあるでしょうし、はい、まあ、これシーズン始まれば聞いてはいるでしょうけども、実際6連戦をあれだけ繰り返すっていうのはないわけで、はいはい、まあ、そこにもね、最初はちょっと戸惑うところあるんじゃないかなと思いますね。社会人ですと、なんか一箇所に集まって一つの大会が1週間なり行われてというのを繰り返していって、で都市対抗野球であったり、はい、日本選手権であったりというのの予選から本大会というような、まあ、シーズンを過ごすのとはもう試合数も含めて全く違いますからね、うん、そうですね、また一発勝負の難しさはね、はい、まあ、トーナメントがほとんどでしょうから、アマチュアの時はその難しさは、まあ、あったと思うんですけども、ただ、そこにないものってのはその連戦ですよね、はいはい、もうやっぱりこう良くない結果が出てしまっても翌日はまたゲーム時間になれば始まりますから、うんうん、まあ、それがずっと半年続くわけでね、確かに、はい、そのあたりっていうのは、まあ、最初過ごしてみないとなかなかわからないところかなと思いますね、はい。今この背番号35番伊豆口選手がセカンドのポジションについています。バッティングケージでは丸のバッティングが続いていますが、どうですか清水さん、ちょっと丸のバッティング見ていただきたいんですが、このタイミングの取り方であったりっていうのはかなりね、去年のシーズン中も試行錯誤を繰り返していたような印象もあるんですが、丸で、まあ、そうですね、まあ、独特のね、はい、タイミングの取り方なので、はい、まあ、難しいところはあると思うんですけどね、こうその独特というのはどういったちょっとこうヒッチというんですかね、こう構えたところからグリップを上下させて、はいはい、動きを入れながらね、捉えに行くタイプのタイミングの取り方をするので、はい、まあ、そこがうまく合わないと難しくなりますし、そこをうまく合わせるためにある程度指導も早めないといけないですし、はい、まあ、クイックだったりね、そういったピッチャーもいますから、はい、そこら辺に合わせるのは難しさあるかなとは思うんですけども、まあ、あとはそのあたりとこう報道によるとね、少しレベルで捉えに行ってるっていう報道あったんですけど、まあ、今見てるとね、まあ、上から潰しに行くっていうよりも、まあ、少しこうラインでね、捉えに行ってるのかなっていうような、はいはい、気はしますけどもね、こう見てるとね、はいはい、それはどういったそのなんていうか効果というか良さというかがあるんですか、そのラインで捉えるというのは。まあ、それだけ捉えられる幅が長くなりますから、はいはいはい、高低コースだけではないんですよね、はい、奥行きもありますから、はいはい、ですからその奥行きの部分でそこが長くラインで捉えることによって多少出されても多少差し込まれても捉えられる確率が上がるので、うーん、どうしてもね、はい、こう上から上からってなると鋭角に入りすぎてしまうので、そうするとポイントが点になってしまいますから、はい、そうなると少しずらされた時に脆さが出るんですよね。なるほど、まあ、ラインで振った方が、まあ、そこら辺の対応力というのは上がりますよね。今ピッチャー本当にいろんなボール投げますから。確かにそうですね、完璧なそのワンポイントで捉えるというのはもう、はい、奇跡みたいなもんですからね、うん、はい、まあ、その多少ずらされた流れでどうやって対応するか、どうやって一層に弾き返すかということが大事になるので、今はまあそういったところで取り組んでるのかなというふうに思いますね、はい、まあ、そういったあたりをこのキャンプでしっかりこのフォームもそれからそのスイングもタイミングの取り方も自分で作っていって、今度は実戦の中でということになっていくわけなんですね、うん、そうですね、はいはい、まあ、いろいろとやりながら、はい、まあ、練習の中でねやっていって、で実戦の中でそれをやることが、はい、まあ、今度は次の段階になるんですけども、はい、今ウィーラー巡回コーチとこう身振りを交えてそのバッティングに関して話をしているようです。
その左バッターにとってのその、なんていうか今の左手の使い方っていうんですか、はいはい、今のこの動作はどんな、まあ、どうですかね。だからなかなか言葉だけでね、難しいですけど、トップの位置からあまりにも直線的にボールに行ってしまうとボールってインパクト点になってしまうんですよね。あ、はいはいはい、わかります。なので、まあ、少しこうなんていうんですかね、ま、回ると言いますか、はい、トップから少しこう少し弧を描くような感じですかね。そうですね、はい、そのトップの位置から直接直線的にインパクトいってしまうとそれはもう点になりますから、まさに点と点がぶつかるような形になるわけですね。まあ、バットとボールが衝突するという形になるんですけども、バットとボールをインパクトで衝突させたくないんですよね。あ、衝突するとこうバットとボールが球離れ速くなってしまうので、イメージとしてはインパクトでバットとボールを長く触れさせたいわけですから、はいはいはい、そうすることによってバットってしなるので、だ今の左手の動きなんかっていうのは、まあまあ、少しこうバットをしならせるイメージを持ってやってるのかなっていうね、まあ、感覚としてはそのボールを少しこう長くこう捉えてこう押せるようにですよね、押し込むというか、はいはい、バットとボール乗っけるといいますか、はいはいはい、まあ、ただね、こう映像だけを見てお話をさせていただいているので、聞いてみたら全く違うこと言うかもわからないですけど、でもそのイメージとしてはかなとは思ってね、清水さんご自身もやはりそういうなんていうんですか、点と点ではなくて少しこう面でというか少し長く捉える感覚というの、落とすイメージですよね。だから、まあ、私はよく上から上からなんて言われてましたけど、はいはい、でも自分の中では上からっていうよりも落としてラインに入れて横に振るみたいなイメージですよね。あ、だから直線的に上からってなってしまうと、はい、先ほどの話じゃないですけど鋭角にそのままボールに、はいはい、直線的にダイレクトに行ってしまうので、はいはい、そうなるとただボールを上から切るっていう形になってしまいますから、はいはい、バットとボールが乗る時間がないんですよね、はいはい、なので一回トップからバットを少し上からっていう表現はしたくないんですけども、ちょっと落とすようなイメージにして、その落としたからそのラインに入れてラインを長く振るようなイメージですね。でそのライン上でボールを捉えて、そうすることによって左手で押せるんですよね、はいはい、なるほど、はいはい、上から上からなってしまうとなかなかボールを押せないですから、ましてやその本当に点と点だけで当てようとするともうストレートだったらいいですけどね、ボールも変化して点で捉えられなくなるわけですからね。やっぱ当たる確率は下がりますよね。そうですよね、やっぱりいろんな球速のボールがいろんなコースに来るので、はいはい、まあ、先ほども言ったように18.44 の距離から、ピッチャーってものすごいボールを投げてくるわけですよね。150キロ超えるボールもあれば ね、もう緩い変化球もあったり、はい、縦に変化するボールもあれば横に逃げたり入ってくるボールもあって、それをストライクゾーンだけではなくて時にはわざとボールに投げたりだとかしてくるので、はいはい、そういった中でなかなか点で捉える感覚になってしまうと難しいですよね。当たらないかなと思いますね。同じこう球道に見えて途中から変化したり、それから同じ球道でもこうスピードの変化というのもありますからね。そこに奥行きがあるので。そうですよね、ですからやっぱりラインのイメージで捉えに行かないと確率っていうのは上がってこないかなと思いますよね。やっぱり横からこう来るボールを上から取れないですよね普通は。確かに、はい、やっぱりもう本当にその1点であった時しか。そうですよね、そうですよね。ですからやっぱ自分の前を横から右から左に通過してくるんであれば、やっぱ左手はその左から右に動くようなバット、そうですね、はいはいはい、バットの動きはやっぱそういうイメージでいないと、なかなかそれを上から右から左に自分の正面通過していくボールを上から掴むっていうのはもう不可能に近いですから、まあ、そう思うとバットの軌道っていうのはやっぱりそういう軌道で振らないとなかなか難しいのかな。それがやっぱり下から入りすぎてしまうと難しいので、まあ、そこら辺はバランスがあるんですけども、はい、だよく上からという表現あるんですけども、それはやっぱり下から入りすぎてしまう人は少し上から行くぐらいの方がレベルになるでしょうし、なるほど、はい、逆に上から行きすぎてしまうような人っていうのは少し下から行くぐらいのイメージの方がレベルのラインに合うでしょうし、うん、だからそこら辺は選手それぞれの一律じゃないわけですね、見るべきだと思いますね、はいはいはい。という清水さんのお話とともにバッティング練習をご覧いただいていますが、また今度は秋広がケージに入りました。今日
去年は2割7分3厘というアベレージでしたが、まあ、3割を大きく超えるような時期もありましたし、あの秋広選手のバットコントロールっていうんですか、あの、はい、大きな打球もありますけども、本当にこ う, うまくこうヒットを打つなという印象も去年あったんですけれども、あのバットの角度といいますかね、あのそういったものは非常にいい選手ですよね、はい、なのでインサイドの、ね、少し厳しめのボールでも、はいはい、まあ、若干詰まり気味でもヒットゾーンに運べるというのはそういうところで、あれやっぱり角度が悪いとインサイドの厳しいボールが詰まりながらもヒットというよりも完全に詰まってボンダっていう形になってしまうんですよね、うん、なので、はいはい、バットが体の内側から近いところを通ってくるので、まあ、詰まりでも同じ詰まりでもそのいい詰まりとそうでもない悪い詰まりっていうのがあるんですけど、うん、秋広選手はそういった形で多少詰まってもいい詰まりでヒットゾーンに運べるだけのスイング軌道を持っている選手かなとは思いますね。はいはい、今は丸、それから秋広、さらにオコエ、萩尾、この4人がバッティングケージ交代で入っていまして、バッティング練習を行っています。今松原、それから佐々木、こういったところが外野の守りについていまして、打球に対して反応しています。先ほどから見ていますと、この丸選手の打球がこう非常にこのライナー性の強いね、打球が外野の深いところに飛んでいっているように見えるんですが、このフォーム、スイングなどご覧になって、まあ、なんかこう見てるとインパクトが厚めに当たってるかなっていう印象はありますよね。それはいいことですか？そうですね、はい、しっかりとボールを捉えた後で後ろから押せてるかなと、はいはい、あのインパクト後ろから見るっていう表現になるんですけども、後ろから見る、はい、インパクト上から見てしまうとは苦しいんですけど、インパクト後ろから見るようなイメージになると、はい、今バットがその、はい、打ちたい方向に押せる状態になるんですよね、はい、これ捉えてから、あの頭が動いていなくても本当にこう残っているっていうんですか、そうですね、ええ、インパクトをこう、まあ、後ろからですね、後ろから見て、ええ、押す、はい、衝撃を与えるっていう形になってるかなとは思いますね。あの先ほどウィーラーコーチとこう身振りを交えてやっていた、そのまさにこう左手の動きっていうんでしょうか、だから直線的ではなくて、そうですよね、はい、少しこう後ろから捉えられてる、これが後ろが大きすぎて大きくなってしまうとまた意味が変わっちゃうんですけども、そうなんですね、少しこう、はい、まあ、いい形でバットがしなってるのかなとは思いますね、はい、非常に表情も明るい今日の丸です。まあでもこれだけの技術と経験のある選手ですから、いや確かに、はい、まあ、またなんか感覚を掴んだらすぐ戻るといいますか、またね、新しく何かを出してくると思いますけどね、はい。